親が寝たから何でもやりたい放題よ。何をしよう、夜中じゃ友達寝てるしテレビもすでに砂嵐。そうだわ、コンビニ行こうかな。自動ドアが私のために開いてくれる。エロ本読んでる親父と並んで雑誌読んでから何を買いに来たわけじゃないけど買うものを探す。24時間コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、公共料金コンビニエンス、コピー早くしてよ、素敵なアルバイト、しかも無表情、私はすっぴん、眉毛も描かずに、あんまんください、ちょうど切れてます、じゃあ肉まんでいいわ、かしこまりました。ちょっとお釣りの渡し方、私の手のひら勝手に使い、小銭を文鎮代わりにレシート置くな。財布に入れにくいのよ、ちょっとムカッとしちゃうのよ。そんな時は私からも仕返しするの。おでんください、何にしますか、何にしますか、レジ箱んできた、早く決めてくれ、卵ください、卵一つ、卵ください、卵二つ、卵ください、卵三つ、以上でいいわ、卵だけですか、お強めに、かしこまりました、おいくらですか、220円です、1万円から、小銭はねえのかよ、1万円から、小銭はねえのかよ、話しつけてよ、かしこまりました、レシピといらないわ、いちいちうるせえな、トイレ貸してよ、うちにはありません、あなたはどこでするのよ、負けました。なんてことしてるうちに夜はもう終わりを告げて、鶏もなく親が起きる前にお家に帰らなきゃやばい。